このサイズ、この価格からは想像もできないくらい高音質で幅広い音色をシンプルなコントロールで簡単に扱うことができます。こんにちは、坂本夏樹です。今回はエフェクツベーカリーマフィンリバーブをご紹介します。ギタリスト、ベーシストにとって最も扱いやすくシンプルにコントロールすることができるリバーブペダルです。このサイズ、この価格でホール、スプリング、ルームと3つの音色を切り替えられるというだけでもすごいなと思ってたんですが、このサイズ、この価格からは想像もできないくらいこのペダルめちゃくちゃ音良いです。奥行きのある立体感と解像度の高さには本当に驚きました。それではそんなサウンドを詳しくチェックしていこうと思います。ストラトを使ってまずはホール、スプリング、ルームそれぞれの音色をざっくり見ていこうと思います。ホール、スプリング、ルームそれぞれのキャラクターがはっきりしているので、このアンサンブルにはこれというふうに音決めがしやすそうですね。続いてアンプをもう少し歪ませてみて、ギターもピックアップを切り替えたりボリュームを調整してみたり、右手で変化を与えながら演奏してみたいと思います。
右手のタッチにもリニアに反応してくれると感じました。アンプ直で演奏される方の強い味方になるのではないでしょうか。続いて紹介するのは僕が最も愛用するリバーブの使い方です。普通リバーブはアンプの直前やエフェクター群の後ろの方でアンサンブルに馴染ませるために使うという人の方が多いと思いますが、僕はファズの前に踏んでやることでさらに過激なファズサウンドを生み出すために使うことが多いです。歪みの前にリバーブ踏むだけでもそれだけでもかなり過激なサウンドを作り出すことができるんですが、僕の一押しはこのオクターブファズです。リバーブ成分にオクターブファズがかかることでもう本当に予期することができないぶっちぎりのサウンドを生み出すことができます。ではそんなサウンドを聞いてみてください。世間一般に飛び道具系と言われるエフェクターなんて置き去りにしてしまうぐらいぶっちぎりのサウンドを生み出すことができました。今回はエフェクツベーカリーマフィンリバーブをご紹介しました。このサイズこの価格からは想像もできないくらい高音質で幅広い音色をシンプルなコントロールで簡単に扱うことができます。そして僕のような特殊な使い方にもしっかりついてきてくれる包容力もあります。ぜひいろいろな方法で楽しんでみてください。